はい、メジャーハウス宮崎です。今日はですね、空気の入れ方と、ポンプの選び方、これをご紹介していきたいと思います。で、手元に今、2つ、ポンプをご用意しました。アメリカのレザインというメーカーが出している、フロアポンプと、ボントレガーというですね、トレックの、パーツメーカーがあるんですけど、そちらが出しているポンプと2種類、ご紹介していきたいと思います。で、まず違いがですね、この空気を入れるところの先っぽなんですけど、ここが、会社によって微妙に違っています。で、レザインの方は、このようにネジ式になってますので、まあ、バルブを、ね、入れた時にバルブのコアを曲げたりすることが少ないというのが大きなメリットになります。一方で、ボントレガーのタイプに関しては、差し込んでいただいてレバーをこう押し上げてあげるという形ですね。で、横に絵が書いてあるので、まあ、それぞれ該当するバルブの形に応じて選んで差し込んでいただくと空気を入れられるという形になっています。まあ、比較的簡単に入れられるので、まあ、ちょっとこういうタイプは良かったなっていう方は、ボントレガーをおすすめしますが、特にフレンチの場合、プレスタバルブの場合に関しては結構先っぽが曲がってしまうケースがあるので、まあ、こういった中にスレッドっていうこのネジがね、ちゃんとついてるやつを使っていただくと、まあ、あんまりこう壊すことなく入れられるので、まあ、ちょっとお値段は張りますけど、こちらをおすすめしたいなと思います。で、実際に、空気の入れ方をご説明していきますね。まずね、今日空気入れていく車体なんですけど、新しく入荷してきたトレックのアラントプラス8っていうね、e バイクが入ってきまして、結構かっこいいこの、ね、車体なんですけど、ここに、空気を入れていきたいと思います。で、空気の時入れる際にちょっと気をつけていただきたいのは、まず、まあ、バルブの形もそうなんですけれども、タイヤの側面に空気圧っていうのが、どこかに書いてあります。で、この自転車の場合ですとちょっと見えにくいんですが、ここに、書いてあります。30から 50PSI もしくは、これ 2.1 から3.4 バールっていう風にね、だいたい2つから3つぐらい、単位は違うんですけれども、空気圧っていうのが記載されています。で、ポンプを買っていただくと、こちらに、外側にだいたい PSI の数字、内側にバールっていう、ね、数字で、両方空気圧が表記されてますので、まあ、これを参考にして入れていただくといいかなと思います。で、まずデザインのこのスポーツフロアドライブ、これで空気を入れていきますけれども、このバルブの口のところがこの金属の部分でですね、実は上下に変更することができます。で、それぞれ名称が記載されていて、プレスタバルブ見えますかね、プレスタバルブと反対側にするとシュレーダーというふうに書いてあります。で、プレスタって書いてあるのが、まあ、このチューブに使われている普通式のタイプになるので、これが先端になるようにします。で、ここをねじ込んでいただいて、まあ、この状態にしていただいてから、キャップをまず取ります。で、これバルブのこれはね、コアが閉まっている状態なので、空気入れるときは必ずこうねじっていただいて、止まるところまで回してあげます。で、この状態から2回ぐらいちょっと空気を抜いてあげると、中に空気が入りやすくなりますので、この状態でまずねじってあげます。これが先ほどボントレガーの商品と違うところなんですが、先のこ、ね、この動いたところ、この部分が曲がらなくて済むので、まあ、こういうネジ式を使った方がこのプレスタに関しては安心して入れられるかなと思います。で、グッと回していただくと、ある程度いくとこう止まりますので、そしたら空気を入れていただいて、所定の空気圧までこう入れていきます。で、空気圧のこの入れる目安なんですけれども、空気圧やっぱり最大値まで上げると結構こう硬くなります。硬くなるっていうことは円が綺麗になるので、
まあ、転がりの抵抗が少ないと言われるんですけれども、その一方でこの衝撃を、ね、吸収したりとかすることがちょっと少なくなってきますので、乗り心地が若干硬くなります。ですので一応目安としては真ん中ぐらいから、スタートしていただいて、まあ、PSI だったら 5PSI ずつぐらい、まあ、気持ち、少し柔らかくしたければ下げていただいたり、逆にちょっと重たいなっていう感じがあれば5ぐらいちょっと上げていただいて乗っていただくといいかなと思います。ですのでだいたい真ん中スタートぐらいを一応おすすめはしてます。で終わりましたら逆にネジをひねっていただいて、忘れずにここのバルブのコアを締めてください。でキャップを締めてあげます。で空気あんまり入れていないと、このチューブによってはこういうねチューブを固定するネジがついてるんですけど、これがちょっと浮いてくることがありますから、これをちょっとねじってあげて、固定してあげれば、問題ないかなと思います。時々ねこれ放置しておくと振動で結構ね走行中にカラ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 音がしちゃうの、結構これが浮いてるケースが多いので、もしこういう金具がついてるチューブを使ってる場合にはちょっと軽く指で締めてあげればいいかなと思います。ということでこれで空気入れは完了という感じですかね。ここねボントレガーの、ね、ポンプをご紹介していきたいと思います。でこれが、ね、チャージャーのフロアポンプっていうもので、先が、まあ、先ほど見ていただいた通りに、刺す口によって、刺すところ変わってくると。で今回、プレスターフレンチなのでこの下側のものを使っていきます。でこれ注意してほしいのは、まずこれ緩めていただいて、ここも緩めていただくまで同じなんですけど、差し込む際に必ずまっすぐ差し込んでください。そうしないとこの先っぽが曲がってしまう。であとこのレバーを差し上げて、この状態で、きちんと入ります。でこのポンプの場合ちゃんと空気圧がこうしっかりねこう入っていると表示されるようになっていて、今例えばこれ40っていうふうに、ね、書いてあると思うんですけど、このように出ます。ですからこれ確認してから空気入れていただくと分かりやすいかなと思います。で入れる際には同じように上っことを押していただいて、ある程度空気圧まで上げていただいたら止めていただいて、レバーを戻していただいてからまっすぐ抜いてあげると外れます。で忘れずにキャップを閉めていただいて止めるという形になります。でこれ普通の自転車も一応使えるような形状になっているんで、まあ、アメリカン式、フランス式、イギリス式ね、3種類こう使えるようにはなってますので、まあ、1台で全部使えるというポンプです。ただちょっと差し方をちょっと特にこのフランス式に関しては気をつけて使っていただけるといいかなと思います。はい、今日は、レザインのポンプとボントレガーのポンプとですね、あと空気の入れ方についてご説明しました。まあ、定期的に空気入れていただくと、まあ、乗り心地も良くなりますので、ぜひこういったスポーツバイクに乗ってらっしゃる方はこういった高圧に、ね、対応しているポンプを利用していただいて、快適に自転車を乗っていただければなと思います。でですね、今日はですね、実はカメラマンがおりまして、カメラマンに撮っていただいております。この画角の感じとかですね、この映像の感じとか、よかったなっていうことがあればぜひコメント欄に、いただければなと思います。ということで今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。